伊豆も全日本大学選抜駅伝、駒沢大が9年ぶり4回目優勝。2022年10月10日、大学三大駅伝の初戦となる伊豆も全日本大学選抜駅伝が島根県で行われ、駒沢大が大会新記録で9年ぶり4回目の優勝を果たしました。この大会は全日本大学駅伝、箱根駅伝と合わせた大学三大駅伝の初戦で、 島根県出雲市の出雲大社前をスタートし、出雲ドーム前までの6区間45.1キロのコースで争われました。レースは1区で中央大の吉井山と選手がスタートから飛び出しトップでタスキをつなぎました。続く2区では2位でタスキを受けた駒沢大の1年生。 佐藤慶太選手が区間新記録の走りでトップに立つと、3区でもエースの田沢蓮選手が区間記録に迫るタイムでリードを広げました。4区でもトップを守った駒沢大は5区の安原太陽選手が区間賞の走りでた隙をつなぎ、アンカーの鈴木芽吹選手がそのままリードを守ってフィニッシュしました。駒沢大は2時間8分32秒の大会新記録で、 9年ぶり4回目の優勝を果たしました。2位には4区で順位を上げた国学院大が入り、3位は1区でトップに立った後粘りの走りを見せた中央大でした。今年の箱根駅伝を制した青山学院大は4位でした。